で、はい、2位になったのは川崎ブレイブサンダース。おめでとうございます。ホームだ。ホーム確定ですね。まあ、残念ながら地区優勝を目指していたので、そこに対してはとても残念ではありましたけれど、うん、でもチャンピオンシップをホームで戦えるのは川崎にとってはかなり久しぶりのことなので、これはとても価値があるなって思いました。いや本当おっしゃる通りですね。特にやっぱり、ま、昨シーズンも終盤すごく強かったんですけど、はい、今シーズンもね、レギュラーシーズン最後7連勝で終えてチャンピオンシップに突入するということで、うん、しかもやっぱりそのチャンピオンシップ進出がかかった三河相手にね、アウェーでしっかりこう敵地で連勝する、しかも結構こういい内容で完勝に近い内容でね、うん、連勝できたっていうのはすごくこう川崎がチームとして仕上がってるなっていうのを感じましたし、はい、うん、やっぱすごく一番こう東地区の中では安定感が出てきてるのかなっていうのは感じましたね。うん、あの、まあ、一つだけそれに付け加えるとすると、その7連勝の前に、まあ、秋田戦で中山選手にブザービーターを決められて衝撃的な展開がありましたけれど、それまでってやっぱりこう優勝とか、なんかこういろんなことに気を取られたりとかっていうのもなんかあったみたいなんですよね。で、一回そういうことを考えるのをやめようとか、うん、なんかそういう話とかもチーム内であったりとかしたんですって。だけど、その広島戦、その秋田の後の広島戦を前に、あと7試合全部勝てば、まあ、優勝の可能性もちろんあるし、ホームもっていうのを、そこで気合を入れ直したらこうなっていったっていうのはすごく良かったなって思いました。うん、本当そうですね。はい、で、あの、私はゲーム2に行かせていただいて、あの、試合拝見してたんですけれども、三河のもう鈴木ヘッドコーチが試合後におっしゃっていて、藤井優真選手の個人技、勝負どころのでもう決められてしまったと、もうあれの力の差だと思うっておっしゃっていて、で、もう藤井選手が勝負どころでもフェイダーウェイのスリーポイントを決めて、うん、ありましたね、はい、あれはディフェンスしようがない。でもそのあれを見て、あの、試合終わってから頑張れよって、うん、わざわざ鈴木ヘッドコーチが藤井選手にお声をかけたって明かしてらっしゃったんですよ、うんうん、なのでもう鈴木ヘッドコーチの言葉からもすごい対戦相手に対するリスペクトが感じられる試合だったなと思いました、うん、で、川崎サイドで言うと、あの、ハーフタイムに前半はもう三河の勢いに押されていたんですけど、ハーフタイムでここで修正しないとチームで成長できないよって佐藤ヘッドコーチは話したそうなんですよね。で、そこから集中し直して修正してしっかりアジャストしてっていうのを、まあ、チーム内でもしっかりそういう修正ができたっていうのはとてもレギュラーシーズンの最後に良かったのかなって思いました。本当そうですね。やっぱりその藤井優真選手29得点5リバウンド7アシストって本当に素晴らしい成績残してましたけど、まあ、藤井選手中心にね、よくもうボールも回ってましたし、25アシストチームで上げてますし、うん、得点面で言ってもね、ファジーカス選手、ジャニング選手、ヒース選手、こうバランスよく得点できてますし、うん、本当にもうチームとしてディフェンスもオフェンスもすごく理想の展開になったなと思いますしね。はい、で、この試合でニック・ファジーカス選手が B1 で初めて3500リバウンドを達成したんですね。これって素晴らしい数字ですよね。うん、本当そうですね。うん、で、まあ、あの、ヒース選手も1000リバウンド達成したりとかしてたんですけど、そうで、藤井選手に試合後ちょっと本当急ぎだったんですけど、あの、話聞いて、今もうチームの状態がすごくいい、だから優勝に自信がありますって言い切ってて、で、鈴木ヘッドコーチ、対戦相手のね、鈴木ヘッドコーチはもうビッグラインナップ、川崎のビッグラインナップが今 B リーグで一番強いと僕はずっと思っているって、うん、だから頑張ってほしいって最後会見でもエールをおっしゃってました。いや本当そうですね。うん、まあ、川崎こう何がすごかったかっていうと、最後ね、はい、千
アルバルク三河だったんですよね、最後の5連戦が、うん、そこをしっかりこう全部勝って終わるっていうね、